皆さんこんにちは。 AO 推薦入試専門塾コッスン教育ラボ副代表のトムこと内田智之です。本日は YouTube 講座としまして AO 推薦入試受験生はオープンキャンパスでここを見ろ、このテーマで進めていきたいと思います。で AO 推薦入試受験生の、オープンキャンパス注目点としまして3つこれから挙げていきます。1つ目は人です。オープンキャンパス行きますと、在学生、OB、OG、そして学校の職員、教授と、いろんな人がおります。で、大学の雰囲気というものはその人たちが作っていると言っても過言ではありませんので、オープンキャンパスに行き直にそのキャンパスに行ってそこにいる人たちを見て、雰囲気を感じ取っていただければと思います。でもちろん話をする機会等もあるかと思いますので、そこで生の声を聞いて、いろいろな情報を得ていただきたいと思います。では2つ目は物です。物と言いますとなんだということになりますけれども、要は学校の施設ですね。施設であったりとか、あとは研究するための道具であったりとか、いろいろなものがあると思うんですけれども、そういうものをやはりこれも生で見て、自分のこれからやろうと思っている研究にどう活かせるかなとか考えてみたり、どういうふうにこれを使って、大学生活をより良いものにしていこうかというようなですね、イメージを膨らませてもらえればと思います。はい、そして最後3つ目は情報ですね。で、今まで言った1点目2点目人とか物っていうのも一つの情報ですけれども、もっと直接的な情報で、オープンキャンパスに行った時にしかもらえないような大学受験情報であったりとか、あと学校によっては過去問をもらえたりもしますので、そういう受験に直接つながるような情報を集めてきてもらえればと思います。はい、そして最後123まとめとなります。1番人、2番物、3番情報です。今皆さんオープンキャンパス行く前はホームページで見たりとか、パンフレットでしか見れてないものがあると思います。それをしっかりと、現地に行くことによってホームページや、パンフレットの情報とのギャップをですね埋めてきてもらいたいと思います。生の情報を、がっちり、ゲットして自分の受験に生かせてもらえればと思います。以上トムでした。